新しいな、これ。ああ、めっちゃ新しいやん。何これ。あ、一応手合わせんの。あただ交流館16時営業終了。15時、絶対無理やな。絶対無理やけど、回転のレプリカは外に置いてあるっぽいから、これは無料で見れる。中身もちょっと見たかったけど、回転ゆかりの地、マジすごいじゃん。なんでこっから回転が、うん、ちょっと見たかったな。まあ、いっか。要は人間魚雷ってことやから。頭悪すぎない、人間魚雷って。とりあえず行くわ。え、行ってそっから山口までってどれぐらいの距離やろ。今日も終わったっぽいか。結構距離バグやねんな。結構距離バグ、ビビって。こんな遠い？お腹すいた。距離バグじゃん。どうする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 。いや、でも回転は見たいかな。回転だけ見るわ。距離バグなんだよな。いろり山賊。これ気になるな。え、マジ？いろり山賊。あれ、これなんか有名なとこちゃう？山賊焼きが有名。味は普通。店の雰囲気が独特。いろり山賊。山口県民が車の免許を取ったらまず訪れると言われている場所。これなんやっけ？なんかあれじゃない？錦帯橋と合わせていくことも可能です。ありがとう。なんかあれよね、店の雰囲気が独特というか、本当に山ん中に図伝みたいなやつよね。これ行きたいな。これにしよう。1時間39分。気となるわ。これ回転火出てるうちに行けたらもう OK ってことにするから、それで、お願いします。あ、おしっこしたい。どうする？セブンでおしっこする？いや、巻いていこう。日本一周中に、おしっこしてる時間なんかないから。スタート遅すぎない？動画編集夜までやんのやめた方がいいと思うで。でも朝から動いたら、動画編集終わらん。もうどうにもならん、これは。そもそもの企画がバカすぎ。はい、山口県、岩国市。岩国この野郎。特徴出たね。オレンジ色のガードレール。これは山口県がみかんの名産地だからと思っていいんですか？でもね、これね、自然の中でむっちゃ映えんねん、このガードレール。だからね、俺はね、日本中のガードレールオレンジ色になったら、もっと日本はいい国になるんじゃないのかななんて思ったりしなかったりしません。はい、そんなことで良くなるなら何も苦労はしません。そしてですね、最近気づいたことあります。10月22日ですね、冬が近づいてきているっていうのはもうご存知の通りではあるんですが、つまりどういうことかというとですね、火の傾きが非常に早いと、この前の四国カルストから愛媛県に向かう山中の中で俺は実感したんやけどね。18時15分の段階でもうすでに真っ暗だったんですね。つまりこれどういうことかと言いますと、本日山口の回転を見に行く、これまあ無理だと思っていいでしょう。無理です。そして今現在でもすでに21度ということで若干寒いが、まだ耐えれる。ただ夜、そう、こいつらが牙を剥き出す時間帯があるから、そこは良くないということで、早々にホテルを取って明日回転。および一個気になってんのが、まあ錦帯橋は正直もうどうでもいいと思ってるんやけど、そう、別に急ぐ理由はないから、今日はこの辺で宿を取りたいんですが、問題はこの辺に宿があるかどうかということで、なぜならこの辺ビジネスマンが来る理由が全くないんですね。つまりビジネスホテルは望めないということは、ホテルもない可能性が非常に高いという風に繋がるんですね。あー、わかりやすい。そう、もう今日はね、早めに上がろう、反省しよう。そして、うん、今日一日を反省しよう。まず、起きんの遅い。ホテルで延長料払うんをやめろ。12時まで寝るな。そしてその原因はあれやね、動画編集深夜帯までやんのをやめろ。無理。はい、無理。ごめん、無理。無理やったね。解決しなかった。早かったね、交渉決裂。無理じゃん、動画編集は夜までやらな間に合わへんから。じゃあ朝起きれないでしょ。つまり明日もおそらく今日と同じような日を過ごすことになるよね。もうえっか。そうね、うん、マイケル・ジャクソンも言ってた This is me が一番って。これもね、何回も朝方に戻そうと思ったよ、生活を。37年間無理ってことはもう無理やね。今から直すのは無理。直らん、治らんから、明日もこうなるから。つまり、休みをこまめに挟みます。もう全てはね、距離バグが悪い。広島から山口こんなに遠いと思わんかった。地図をちゃんと見ろ。いや、見た見たけど、北海道って思ってるほど大きくなかったんやな。で、今ちょっと振り返って思うな。確かに札幌、旭川、小樽とか、あの辺むっちゃ近いし、せいぜい遠いっつっても、道東の稚内とか、網走監獄とか、あの辺やから。やっぱ本州って距離感バグってんねんな。なんか舐めてたな。北海道の方が大きい大きいみたいな話するからさ、みんな、そうなの？本州そんなちっちゃいの？って思って舐めてた結果が、このざま。だから、これはね、俺悪くないと思う。うん。その、あれよ。
世間が悪い。なんか北海道大変やでみたいな。ちゃうって。もう全然本州のがしんどいわ。ビビった。景色も面白くないし、だいたい北海道なんかさ、信号もなんもないし、発展してるところもないから、別にその距離はあるんやけど、まあ予定通りたどり着けてしまうわけですよ。こっち無理なのよ、混雑するから。北海道より広いし、しかもちゃんと人も住んでるから、まあもう皆まで言うなって感じではあるけど、はい、まあとりあえず山口入ったということで、なんかもうごちゃごちゃ言っててもしゃあないから、早くその何に向かってんの20分。でなんかね、これもう一個怖いのが、山深くに向かってるってことやねんな。山深くに向かう分には構わんのやけど、ありますかねホテル。もう何でもいいよ、今日最悪満喫でもいい、全然いい。その代わり明日はもう気合い入れるからな。すごいぞ明日は。朝5時、絶対無理、絶対無理。そうね、明日も同じ人生を送ろう。残り18分15キロでようやく今日の一食目の飯にありつけるということで、これは期待に胸を膨らましていいんですか。オレンジ色のガードレールむっちゃいいやん、むっちゃいいやん。オレンジ色のガードレールむっちゃいいな、これいいね、広げたい。なんで山口だけなんやろ。山口でかー。この辺ホテルない、ないな、あるわけないやろ。人も歩いてないんやから、こんなとこホテルあるかよ。なんでもいい、満喫でもいいし、カラオケはいや、ごめん、それは譲れん。満喫は許す、最悪かホテル頼むで。オレンジ素敵やん。あー、これテレビで見たぞ俺。なんやっけ、なんかすごいんでしょ、合ってる。うわは、あ、全員集合してる。バイク入れる、無理、いける、いける、いい、すんごい。もう一回やってもらっていいですか。何がある、バス停。あー、はい、あー、わかりました。ここでもいいですか。いや、ここはわかりました、ありがとうございます。なんでここわかんねん。あー、何やっけこれ、なんかのテレビで見たな。バス停があるって言ってたね。え、これ全部同じ店やと思っていいの。バス停があってこんな感じのとこやから、これか。え、さっきのとこでよくない、見た目がお屋敷みたいな。でも中入ると普通の飯やね。味も普通って書いてあったな。これでも期待できるな。山賊うどんそば、問題は一人で大丈夫かどうかやな。確かに山口県民全員集合してそうな雰囲気はあるけど、ナンバーを見る限りは広島岡山からも来てるから、相当有名なポイントではあると思うんやけど。あとうるさい。え、メッシはこいつか。あ、これ何、これ順番待ち、これ一人無理ちゃう、これ一人無理ちゃうかな、これ一人無理ちゃうかな、これ何。あー、なるほど、うん、一人のやつなんか一人もおらん。ちょっと別のとこ行こう、広すぎる。ガキに叩かせて祭り感を出すって賢いな。人件費無料の永久期間や。はいはい、敷地内に3店舗ございます。いろり山賊、かまど通り庵。かまど通り庵もおすすめです。同じものが食べれます、食べられますね。俺が YouTube のコメントでよく言われるやつ。これ一人無理ちゃう。ただいまの待ち時間およそ1時間。あかん、どこも1時間待ちや。通り庵にかける、ここがあかんかったら帰る、多分無理やと思う。出たね、一人で6人席、山賊うどん、山賊焼き。本当にそんなに美味しいのか。うまい、まあ、何食っても今うまいな、うまいな。な、何ここ、何、山賊本陣分からんけど終了。祭り感強いな。あの、普通にうまかったし安かった。特にね、山賊うどんうまかったね。チキンは結局どこで食べてもチキンやから、安定感半端じゃない分特別うまいってこともないよね。だから俺はタイでチキンばっかり食べてるんやけど。そして今日は負けるわけにはいかないと、絶対に負けられない戦いがここにある。29分で、少し戻ります。岩国のホテルアルファワン、なんと露天風呂付きと。岩国ホテルアルファワン到着。真っ暗やけど6時5分、まあ買ったと思っていいでしょう。オッケーオッケー。すいません、加湿器ってお借りできたりしますかね。かしこまりました、ありがとうございます。